はじめまして、桜井春人です。今回は僕が割と主役なのに、なぜ僕がこのおじいさんに謝っているのかというと、さてなぜでしょう。正解はお話の最後で。あれは3時間ぐらい前、学校だけじゃなくてもっとサッカーがしたい、海外のお友達ともサッカーしてみたーい。やっべー、すみません、すみません、そのボール僕のなんです。と言ってもボールを返してくれなくて。へー、そうだったの。へー、ここリカちゃんの家なの？そうよ。すごいね、広いね。キッチン。いらっしゃい。お邪魔してます。はあ、ゆっくりしてってね。ありがとうございます。エレベーターとリカのお部屋よ。わー、2階、天井高い。で、ハルト君は何しに？あ、サッカーボール。そうだった、リキちゃん、マキちゃんからサッカーボールを奪うのは難しいかも。え、2人がクタクタになるまで遊んであげないと、うん、ボールは返してもらえないと思うの。そっか、泣いちゃうと思うの。リカちゃん、任せて。うん、応援してる。リカちゃん、ありがとう。俺、頑張っ…あった、パパも応援してる。あ、はい。ミキちゃん、手を使っちゃダメだよ。いいんだもん、かくまってあげる。仕方がないな。ん？なぜ急におやつの時間？良い子はおやつの時間はしてないよ。しっかり食べるの。今日のおやつはリカが作ったの。へえー、すごいね。今だ。さあ、行かないで。ハルト君、怪我なかった？ええ、ありがとう。お姉ちゃん、ごめんね。ハルト君っていいやつじゃないか。写真撮っちゃおう。ではお邪魔しました。ハルト君、また来てね。また遊ぼうね。リカちゃん、可愛かったな。というわけで、クイズの正解はリカちゃんの可愛さに心が躍り、浮かれ気分でボールを蹴ったら盆栽を割ってしまったでした。まったく、まったく、楽しくてはしゃいじゃった。みんなもはしゃぎすぎには気をつけてね。上手だったな。また一緒に遊ぼう。